インターナショナルブレーク中に病院へ救急搬送されたマンチェスターシティ FW。セルヒオ・アグエロだが、週末のレスター戦への出場に意欲をぞかせている。14日に行われた国際親善試合のアルゼンチン対ナイジェリアの一戦で、アグエロはスタメンでピッチに登場。前半にチーム2点目をマークしたが、 ハーフタイム中に意識を失って倒れ、救急搬送されていた。しかし、アルゼンチン代表ストライカーは大事に至っておらず、18日のプレミアリーグレスター戦への出場に向けて順調に回復しているようだ。アグエロは自身のツイッターで、念のために検査を受けたが、それらも全てうまくいった。 だから土曜日の試合に向けて準備を始めると、大きな問題がないことを強調している。今シーズン、アグエロはすでにリーグ戦8ゴールをマークするなど、首位を独走するマンチェスター、C の躍進を支えている。